上田城と同行を守りきったことで龍馬軍の注意は小田原城からそれつつあった。しかし未だ包囲は厚く救援に向かうことは難しい。そこで芝生らは樹春の地に軍を進めた。龍馬軍の拠点を叩き、さらに注意を引きつける作戦である。樹春城の間近まで迫った時、彼らは激しい戦いの気配に気づく。そこにはひときわ目を引く謎の龍馬と彼に翻弄される三人の将の姿があった。あれは誰かが龍馬と戦っているようですね。どうやら苦戦している様子。今は一人でも多くの仲間が欲しい。もうやってやるさ。材料が足りない。やつの力量を今少し見極めるとするか。俺が倒す。龍馬と戦う一団は猛者ぞろいと見える。敵も去る者のようだ。急ぎ救援に向かわん。とっとと対抗棒を仕留めろ。拾ってやった恩を忘れるなよ。参ります。ここで引き当てろ。この者の力を見極めたいところだ。邪魔なの。いささか手が足りぬ。三人がかり抑え込まないと。いや、俺が押されてる。マジありえねえ。お前たちを止めねば。私は己が名のほかに何も持たぬ。何も覚えておらぬ。私は鎧。何も発作望み命ぜられるままをなす。俺の番だな。救援の極度。実に素晴らしい。ここを引くとしよう。のあいつ喧嘩の途中で逃げやがった。多分人の子を導いてきた。やはり世界は滅びへと向かう。止めることは叶いませんが、俺の番だな。お役目に従い、こうして過去よ。ほらよ、門を開けろ。マジで押し潰せ。ほら、立ち上がれ。
何も考えずに突撃とは、こういうの手段が正真正銘のうつけだな。正則を見ていると弁慶を思い出す。あいつは今どこにいるのか。今こそ大将を撃つ好機。ああ、我が軍も届くのだ。随分あっさりと思うよ。何かある。私が城外での援護を引き受けよう。安心して進むがいい。せいぜいあがくがいい。参ります。俺たちはスペンドージなる鬼を追っている。加勢してくれないか。はい、行かれます。俺の番だな。参ります。俺の番だな。せいぜいあがくがいい。敵将払い立て祭りました。お、手伝ってくれんのか。いいな。でも余裕だったけどな。今だ。飛んで火にいる夏の虫。今だ。四天童子、最高棒をひねり潰せ。承知した。罠だったか。かような切削、読めぬはずがない。そんな俺の必殺の策があっさり。あとは任せた。行かれます。大城より援軍が到着しました。行かれます。やってくれたか馬長殿。行かれます。我らも奮起し脅威へ邁進せん。お前の活躍眩しいばかりだ。それ口当てろ。はい、行かれます。せいぜいあがくがいい。敵将払い立て祭りました。よI'm
敵将軍払いかて祭りました。やっ、もう当てましょう。やっ、はっ、はっ、出番だ。俺の番じゃない。いや、諸葛一族として弱音は吐くまい。これ以上戦う意味もあるんだ。主天道寺か、あの妖力、存在か、あるいはあの者こそが我らの希望となるか。よし、お疲れさん。太鼓坊殿、あなたがかぐや殿がおっしゃっていた戦火いかに。おお、では幼者討滅の方法を。いや、残念ながら見つかっていない。貴公らはかぐやに導かれし者たちか。これよりは私も行動を共にさせてもらおう。俺たちは太公望に拾われた身だ。同じく世話になる。さあ、大船に乗った気でいろよ。本気を出せば。見事。ああ、